が東京湾の汚染が最も深刻になるのは今から2年2ヶ月後とされています。さらに東京湾は入り口が狭く閉鎖性が高いため汚染は10年以上にわたって続くと考えられます。私たちは以下申し入れます。1、産廃処理場への放射性物質を大量に含んだ汚泥や焼却灰の搬入を即刻中止すること。2、現在産業廃棄物処理場に認められている放射性廃棄物の総量を明らかにし、千葉県民の納得する説明責任を果たし、情報公開をすること。3、産廃処理場に認められるのではなく、国と東電の責任を持って管理すること。このことを県は国に要求すべきです。以上です。水源地周辺の産廃処理場に放射性物質を含む焼却灰などが搬入されているのは危険だとして、千葉市の市民団体が森田知事に対し、搬入を中止させるよう申し入れました。でも、反原発を主張している俳優の山本太郎さんも交えて、チラシを配ったり、シュプレヒコールを上げるなどの抗議活動を行いました。普通に考えて分かることじゃないですか。水源地の真上に埋め立て地を作るなってことですよね。しかも関東最大級のもの、実際にそれはもう汚染される、もう地下水とつながるなんてもう時間の問題じゃないですか。で、僕自身は千葉県民ではないけれども、やはり本当一言ではないっていう、これみんな力合わせて一つずつ問題を解決していくしかないっていうところに来てると思うんですよ。明日もし水に何かあったらどうするんですか？いつ復旧できるんですか？あなたたちも飲む水なんでしょ？誰が千葉県の水源地に産廃処分場なんか作らせたの、そもそも。すみません、ちょっと会議やってますので、お静かにお願いします。あ、すみません、本当に。こっちは命かかってるんで申し訳ないです。わからないって私のところに何件も相談来るんですよ。現役の小学校の教員ですら今子供に水道水を飲ませられないって言った人いるんですよ。うちもですよ。万が一漏れるってことはないんですかってことを聞いているし、漏れちゃうんじゃないかって、絶対に漏れないってことは言えないんじゃないかってことを言ってるわけですよ。だから絶対に漏れないっていう体制を作ってほしいわけですよ。でも今のやり方じゃ、それ絶対漏れないって言えないでしょ。これそこ責任取れるのかってこと言ってるんですよ。あなた個人がね、責任取れるのか、森田なんだっけ県知事が責任取れるのか。自分たちはね、5年、10年、20年、知りませんけど、そのぐらいでね、いなくなるわけでしょ、ここから。で、責任取らないわけですよ。だけど、私たちはここにずっと住んでいくわけ、子供も。で、誰がちゃんと責任を取るのかってことを言ってて、みんなで取ろうよってことを言ってるわけですよ。だから、ちゃんと絶対に漏れないっていう体制を取ってほしいわけ。今のやり方じゃ、漏れるかもしれないじゃないかってところに、全然保証がないわけ。それに対してね、県として責任取る必要があると思うんですよ、県として。あなたじゃなくて県としてですよ。でもそれをやるためにあなたがちゃんと責任取ってほしいわけですよ。絶対にこれは漏れないって言えるものを作る責任を取ってほしいんですよ。それがないから安心できないし、こういうふうになるんです。きちんとしなきゃ何度も来るよ。今までのデータ公表、セシウムしか公表してないっていう説明です。セシウムを吸収する、取り除く、そう、機会はないんですよね。じゃあ雨が降ったらどうするんですか。これ変わり流れでしょ。その時点どうなるんですか。今のところ、浸出水、まあ、浸出水についてはセシウムを特定しています、うん。その結果、原水にはセシウムが発見されることがあります。で、今のところが止まるからお願いして。そうなんですよ。何か起きたらどうするんですか。毎日毎日雨が降って地下水に水が止まって流れますよね。今日、1週間に1回測ります。1ヶ月に1回測ります。流れてました。どうするんですか。明日ゼロになるから大丈夫ですよ。なるんですか。ゼロにならないから心配してるんです。後手後手の対応なんか誰も望んでないよね。いかがですか。いや、個人情報をさらすって今の世の中結構怖いところですよね。そうですよね。桜市、治水町、清掃組合、
よびカズサクリーンシステムでございます。搬入総量は5158トンです。セシウム濃度は測定していないとのことです。県の公式見解として回答いたします。昨年6月に国が示した考え方では8000ベクレル、キログラムあたり8000ベクレル以下の汚泥や焼却灰については、管理型最終処分場に埋め立てできるとされ、また本年1月20日には8000ベクレルの数値を下げるような基準を設けることは適切でないという内容の通知が国から来ております。また焼却灰、灰塵、上下水、工業用水、汚泥等の最終処分先が確保できなくなると排出元での保管も限りがあるため、上下水道事業などに支障が生じ、県民の生活や産業活動に影響が出る恐れがあります。これらのことから今の千葉県の現状から埋め立てを制限することは難しいと考えています。なお放射性物質の処理については国から示されたガイドラインなどを基にして、今後も環境へ悪影響を与えないよう監視指導を継続していきますので、1キログラムあたり8000ベクレル以下の放射性物質を含む廃棄物の搬入について住民の方にご理解をいただけるようお願いします。3番目として、知事と直接話すことのできる説明会の開催についての、が、今お答えした通りでお願いしたいと思います。はい、はい、お願いします。申し訳ございません。今 お答えした通りでお願いします。はい、すいません。イエスかノーかでやらないっていうことですか。で、今県の公式見解としてお答えしてる。そういうことは、堀田健作知事は県民に会ってくれるんですか、くれないんですか、どっちなんですか、はい、ね、高橋さんもやめましょうよ、前回の交渉の時もそういう感じで聞いてます。説明会を開いてくださいっていうことに対して公式見解はおかしいんじゃないですか。説明会に対してやるかやらないかでしょ。それだけ検討する、それだけやるかやらないかってこと。知事はやる気あるのかないのか。ですから私どもが公式見解として回答させて、つまり知事はやらないってことですね。やらないってことですね。全然かかってないって。かかってないってこと、はい、でも3月っていうのは、ね、一番放射性物質の量が多い時ですよ。それはかかってないってことでしょ。今8000ベクレル以下は OK なの、その前にどのくらいだったか全然わかんないで8000ベクレル以下は OK っていうわけですか。しかしアビコっていうのはね、ね、柏アビコとかあの統括地区で出た時のね、産廃とかあのほら焼却灰でいくつ出たか知ってますか。焼却高かったね、どれくらいだったんですか。数万というオーダーでした。数万でしょ。今までは3月、去年の3月11日以前は100ベクレルっていう数字だったんですよね。それが8000ベクレルから10万ベクレルとかっていう国のいうことを皆さんはどう思ってらっしゃるかっていう、国が8000ベクレルでいいから8000ベクレル以内だとかどうのこうのとかっていう、その私どもは、国からですね、このような具体的な言い方がされているので、私どもはそれについては安全であろうというふうに私どもは考えております。瓦礫の受け入れを表明した経緯や内容を説明することの要求についてでございますが、知事自らが説明することは考えております。考えよっており、ちょっともう一度お願いします。知事自らが大きな声お願いします。知事自らが説明することは考えておりません。なんででしょうか。おりません、はい、前回はした時に県民の安全よりも経済活動だとおっしゃいました。あれは今も思ってますか。県民の安全よりも経済活動、じゃあ県民の安全を最優先に考えてもらえますか。私どもは、なんて言ったらいいんですかね、そういうふうに、県民の安全と、経済活動と、そういうふうにリンクさせて私は発言した趣旨がございませんので。じゃあ、県民の安全は考えてもらえますか。県民の安全を考えて、私どもは、例えば今回の最優先で考えてもらえますか。これは最優先で考えております。わかります。
となぜ受け入れ表明してどのぐらい受け入れるんですか、被災地のどこの瓦礫を受け付けるんですか。申し訳ないんですけど、これでお話してください。どこの瓦礫を受け入れるんですか。これ説明しないんでしょ。説明しないのに分かんないじゃないですか、どれぐらい受け入れるか。じゃあ誰がどのように説明するんですか。いつ説明するんですか。知事は今千葉県も被災県ですので、各市町村と、まだ災害廃棄物の処理をしておりますので、その目処が立った段階で東北の被害が甚大なので、そのお手伝いをするというような基本方針を示したということになります。以上です。でも説明はしないんですって。今ご説明をいたしました。そして放射性瓦礫、びっくりしましたね。バグフィルターつけたら大丈夫だって大嘘ですよ。放射性物質による実証実験されてなかったんですね。よくそんなことができますね。一体何がしたいのか。瓦礫利権を全国にばらまきたいだけですよ。瓦礫の山は宝の山なんですよね、産廃業者にとっては。だったら震災で経済的に圧迫されているその土地土地にサイトを作って、そこで処理をして、地元に雇用を生まれてお金を回すようにするべきじゃないですか。皆さんどう思われますか。だったじゃないですか。正義感を持ってみんなの心をね、売ってきた人じゃないですか。それが今やってることはどうなんですかってことですよね。本当にであの頃あの方が出されていた正義感だったりとかっていう、でみんなを引きつけたあのカリスマっていうのは、おそらくあの方の中にあるものだと思うんですよね。それを今一度出すときというか、今発揮するときべき、今発揮するべきときじゃないかなと思うんですよね。さよならは誰に言う、さよならは悲しみに、雨の降る日を待って、さらば涙と言おう。